こんにちは、川上です。よろしくお願いします。緊張しますね。ちゃんと喋ってみると、今見てもらったのが、僕の最近作った、作品の、バルーンっていうのをテーマにした、映像作品です。実際はこれはプリントの作品で、それを、EDP っていう僕 の, よく一緒にやってる映像会社のメンバーと一緒に作った作品です。で、僕はビジュアリストなので、あまり作品について語るべきではないとは思ってはいるんですけど、今日はちょっと、テーマリファインということだったので、自分を磨くっていうのかな、リファインするっていうところをテーマに、話していこうと思います。で、僕にとってのリファインっていうのは、やっぱりそのデザイナーなので、デザインすることだったり、今のような作品を作るようなこと、そういうことが僕にとっては自分自身を磨く行為であって、皆さんにはまた、いろんな違うジャンルによっては違う磨き方あると思うんですけど、僕は自分自身を磨くっていうことをすごく大事にしているので、作品の制作するっていうことこそ磨くっていうこと、僕にとっては、自問自答だったり、自分の何だろうな、自分自身を探すっていうのかな、そういう行為でやっています。で、ここに流れているスライドショーは、僕が今まで作った作品の、スライドショーをランダムに流しています。なので、あまり、つながりのない形で話をしていこうかと思うんですが、ちょっと聞きながら、何か僕から、僕の言葉からうまくみんなが拾っていってくれて、自分の次の磨く行為につながればいいなと思っています。僕は自分の作品の中に、日本の伝統的な、文化だったり、日本古来からある美意識のようなものを、積極的に取り入れて、またただ日本というものを取り入れるのではなくて、僕の場合、海外の視点から、日本を見つめなすというようなつもりで作品を制作しています。だから、この今流れている作品とか、はこれは古地図ですね。日本の古地図、僕は古地図をちょっとコレクションしていて、それのコラージュワークだったりとか、その前にあったのが生け花、例えばあとは書道、カリグラフィー、あとは余白、とても日本的な要素が多く見られると思います。とはいえ、僕はなぜ作品を作ってるんだろうと、今回話すにあたって、考えてみました。本当は自分自身でもよくわからないですね。なんでこんな作品ができたんだろうとか、その時その時の、感覚的に、作っているので、普段はクライアントワークでデザイン、クライアントワークの仕事をするんですけど、この今回お見せしているのは完全に僕のプライベートのワークなので、なんで作ったのと言われてもあまり答えられません。自分の中の無意識な部分をどうデザインしていくか、自分の中の何か美のようなものを掘り起こす行為として、自分の作品を作っています。なので、僕は多くのアーティストが作るような何か強いメッセージで作品を作ったりとか、そういうものではなく、その時その時の自分自身を映すような鏡として、絵ができてくる、そういうような形を思っています。で、その作品を、できた作品を自分で見ることで、その無意識、自分の無意識が見えるっていうんですかね、ちょっと感覚的な言葉ばっかりなんで分かりにくいかもしれないんですけど、例えば余白を意識していたりとか、構図が無意識のうちに日本画のバランスになっていたり、あとは色がどうしても何かモノトーンだったり、あとは日本の伝統色に近くなっていたり、自分がそういうふうなことを意識していたっていうのは、作品作るときはなるべくなくすようにしてるんですね。なるべく自分の、その今回テーマの、テーマというか、僕が話すタイトルにもしたデザイン with unconscious っていうのが、無意識っていうもとで、無意識とともにデザインするってことを、それが何かまた僕が見えなかったものを作るっていうのかな、僕自身が分からなかったものを作れるんじゃないかなと思って、作品制作のときに特にそこを意識して作っています。で、僕が作品を作って、僕の作品を見たりする人は、とても、なんて言うんだろう、日本的要素を使うんですが、海外視点でものを作っているので、海外に生活したことがあるんですかとか、海外で学ばれたんですかっていうことをよく聞かれるんですけど、実は僕全然、23になるぐらいまで海外行ったことなかったし、学んだこともほとんどなくて、ほぼ独学で、ここまで仕事をしてきています。
ただその逆に行かなかったことで日本人としてのアイデンティティが知らないうちに確立していただろうし、あとは海外に出なかったってことでその分憧れが強くなって、多分人並み以上にその海外のものを、インプットしようと、そういうことを、そういう自分自身にとってプラスになった、そのたくさんの、出来事がきっと理由があったんだろうなと思って、僕はそこに、海外に出れなかったことに対してあまりネガティブに思わず、それを逆にポジティブにとって、考えています。で、作品を作ったり自分自身を磨いたり、そういうことは多分僕にとって、あるべきスタンスだったりとか、日本の美を見つめ直すことで、世界にどこにもない美を見出すことができるんじゃないだろうかと。日本は、グローバルの観点で言えば英語が喋れる人が少ないし、ちょっと、なんか少し僕の中では鎖国的な感覚があって、だけどだからこそ日本人はすごいんだって思うふうに、日本はやっぱりその独自の文化、独自の美意識、独自のなんか礼儀作法だったりとか、そういうものを重んじて生きてきたわけで、今はグローバル化が近、まあ、大きくなってきたおかげで、その日本の、まあ、昔からあったいい部分っていうのがなんか薄らいできたなとすごく思うので、僕は日本人としてやっぱり日本の大切なものをもう一度見つめ直して、みんなが、芸術だけじゃなくてデザインだけじゃなくて、そういうものに目を向けて、自分自身の中に、ちょっと海外の方もいるんで、僕日本人に限定して喋っちゃってるんですけど、多分自国のいいところを見つめ直せばきっともっともっといいものが出てくるんじゃないかなと思って、それで今日は話せればそれが僕の伝えたいことだなと。今その外にいっぱい留学するのもいいし、海外の何か情報を得るのもいいんだけども、自分自身をもう一回、自分自身に耳を傾けてみて、それで新しいものがきっと出てくるんじゃないかと。で、自分自身を信じるってことが、新しい可能性、大きな可能性につながるんじゃないかなと思って、その形が僕の作品制作で、自分自身の鏡として作品ができてきて、それを僕は、まあ、こういうことを作れるっていうのがあるんだけれども、でもそれに作れた光栄な、まあ、すごい運が良かったんですね、この出会いに感謝しながら、これからもやっていきたいなと思っています。なんか簡単にダラダラと喋ってたらもう意外と7分っていうのは早く終わってしまって、で最後にちょっと僕がすごく大事にしている言葉を伝えて、紹介を終わりにしたいなと思うんですが、僕は1997年、デザイナーになりました。その同時期に、アップルの広告キャンペーンで Think Different っていうキャンペーンです。で、ピカソだったり、ピカソ、そうですね、アインシュタイン、ヒッチコック、僕のすごく尊敬する人たちがモデルになったキャンペーンです。その最後のフレーズで、自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが本当に世界を変えている、その言葉が一番最初にデザイナーになって、一番最初に僕に響いた言葉です。僕は自分がデザイナーになれたってことで、デザインでアートで世界が何か変えられるんじゃないかと本気で信じて、これからもやっていこうと思っています。ありがとうございました。